ちょっと どこですか？覚えてないの？全然覚えてないです。私と会ったこと覚えてるよね。いや、申し訳ないけど。覚えてないの？ねえ、本当に？ どうすんの？北海道。北海道って。あんたが雪のあるとこ見たいってしつこく言うから、じゃあ私も田舎に帰りたいから車運転してくれたら案内してあげるって言ったんじゃない。今日の女満別の最終便、 私はっきり覚えてるからね。覚えてないとは言わせないよ。私はすっかりもうその気なんだからね。気持ち悪い言い方やめろよ。どうしたの？ お前んこずがあったけん、いたんのして店も開けられんた。母ちゃんの一周忌ももうすぐばってん、お前顔ん出さん方がよかったい。ばってん、店
店ば閉めて売り上げもなかし保養かねお前どやんかできんか桜満開春の行楽フェア開催中お花見の宴のお供ご旅行のお供に特製マクロチ弁当がぴったりカラッと揚がった天ぷらには歯ごたえ柔らかいネタとプリプリのエビを使いました里芋、人参、ごぼう、いんげん体に優しい筑前煮は契約農家で採れた新鮮野菜がたっぷりいらっしゃいませ鶏の卵を使っただし巻き卵も超人気これで680円なんて泥場です。泥場です。店長早く来てお金払ってください。なんだちょっとカメラ今貼るダメだよ商品持ってっちゃちょっと何やってんの警察警察警察早く早く何言ってんの暴れんな。あ、もしもし、レモンちゃん菊池今日ご出勤してほしいんだけど。私、当分行けないよ。あのな、若い子どんどん入ってきてるんだから。わがまま言ってちゃ戻れなくなるぞ。それならそれで別にいいよ。またしょうもない男とひっついたか。田舎に帰るだけ。店長もさ、たまには田舎帰って親孝行でもしたら。そんなことはどうだっていいんだよ。で、いつも取ってくんの。記者がまだうろついてるかもしらんのにのこの顔出すやつがあるか。すみません。しかし、なんであんなことが新聞に漏れるんだ。いや、わかるんですけど。お前、よほど運とか徳とかの仲な。まあ、世間はバカだからどうせすぐ忘れる。停職期間中はどっか消えてろ。はい。唐津に帰って商法現像でも読んどったらよか。
ねえ、私レンジさんのこと好きだから大丈夫だよ。でもなんでダメだったんだろうね。またこれで何回目だろう。ねえレンジさん、お母さん亡くなってから変わったね。でも私レンジさんのこと好きだから。気にしないで。私一人でするから見てて。何やってんの。こんなことしてもらっても変わらないよ。岩手でしょ。俺中学の頃一緒だったでしょ。沢木なんだほら、そんなに似てるか。ん、同級生でしょ。同級生か。なんだ、元気か。元気だよ。頑張ってな。うん、ちょっと急いしてくれ。何なんか変じゃん。違う違うちょっとですね。ダメだ。すみません。びっくりした。来ました。笑ってんの？いやいや、雪山を見たくなって来たんですよ。すみません。どうせまた冷めたらあんた誰とか言うんでしょ。いやいや、もうちゃんともう今日の朝って覚えてます。じゃあ免許証は？免許証は持ってますけど、パスポートはなかったんですよ。すいませんね。北海道は日本だから、パスポートいらないから。いらないですよね。それじゃ寒いでしょ。ジャンパーでも買えば。もう
ムは所有したくない。ガチャなの？サムは思いするだけなのに。必要ないよ。意見はいらないって。シラフだと本当性格悪いんだ。感想もいらないし人物評もやめろ。主覧の逆ってあるんだね。酒飲めば合わせられるんだけどね。あんたみたいな人一瞬でもいいやつだと思った私は本当にバカみたい。びっくりしちゃう。どうしてこんなに男が悪いんだろうね。自慢じゃないけど俺も女が悪いから。この町は120年かけて何作り上げたんだ。私に聞かないでよそんなこと。何も作っちゃいないのにな。ねえ、これあんたにそっくりじゃない？似てるな。仕掛けもございません。はい、みよちゃんやめて。はい、はい、この中に、手の中にこの赤いハンカチを詰め込みます。はい、押し込みます。ギュッ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 、はい、ギュッ。はい、ではこの手の中の赤いハンカチを瞬時に移動させましょう。ワン、ツー、スリー、ファッ。はい、沢木の股間が怪しく膨らんでるぞ。何だ沢木、何やってるんだ沢木。おいおい沢木、はいはいはい、こんにちは。こんにちは。ちゃんとしろ、ちゃんと沢木だろ。ちゃんとしたら本当に。ねえ、お見合いしたんだってね。何言ってんの。もう帰るの一緒。私は何なの。私はさ、そりゃ上司の妹ならどんなブスでもいいの。の最低の男だね。うまい。何言ってんの。何言ってんの。あんたってあれでしょ。何、僕があの文部省とか勤めてるから付き合ってんでしょ。分かってんの。そうだよ。ちょっと結婚する気がないならもう会わない。若い子といる方が楽しいからね。あっちじゃない、ちょっと。危ないよ、ちょっと。危ないよ。危ないよ。危ないよ。インポ！またこ！はいはい。他に道ないのかよ。なんでよ。単調で眠くなるんだよ。どこ行ってもこんなもんでしょ。居眠り気をつけてよね。巻き添え食ったらたまんないからさ。私にはちゃんと用事があるんだから。なんでこん
なわざわざ地の果てまで来て犬死にしなきゃいけないんだよ。死にたいんじゃなかったっけ。はあ、はあって、なんで俺が死ななきゃいけないんだよ。こんなところでわけわかんない女と事故ったら、それこそ新聞に何書かれるかわかんないよ。俺はもう親不孝できないんだよ。あんた今までよく殺されなかったね。眠気覚めるでしょ。この村の人はどこに行ったんだ。町残ってる人がいるだけまだマシよ。なんでこんなまでして生きなきゃなんないんだろうね。あんたみたいな人たちがさ、あっちの土地こっちの土地って昔勝手に振り分けたからでしょ。守るもんも見つからないから逃げたんだろ。情けない村だよ。いい加減にしなさいよね。そんなに嫌ならとっとと帰ればいいでしょ。帰るとこありゃこんなとこいないよ。もしもし、レンジか。どうじゃんた。ちょっと待っとってくれ。なんだ今頃。電話ば入れとったばってん。聞いたつな。手元に残らんような金しかもらっとらんとばい。なんが。お前こそ新聞に載っとったけん。どうじゃん、どやん恥ずかしかか分かっとっか。頼むけんがイライラせんと。みんなそのうち忘るっけん。バカが、男の一生は恥だろだ。お前も男んくせ世間様に顔向けんでくんまで死んでんきゃってこられた思うなよ。老いが一番つらかと。俺なら少しは気持ちわかる。どこなの。ここより前下どこだよ。どこよ。佐賀だよ。佐賀佐賀ってどこだっけ。佐賀は九州だろ。九州か。誰の墓なんだよ。酔っ払い。酔っ払いなら少なくとも悪い人間ではないな。新聞家の前で体半分雪に埋もれて死んでたバーカ。
はい、もしもし、もしもし、線香花火なんかどうすんだ。お土産。北海道じゃそんなチンケなもんが珍しいんだ。さすがだね。あの山の向こうはどうなってんだ。北海道でしょ。なぜ泣くの？カラスは山に可愛い七つの子があるからよ。可愛い。カラスは泣くの。かわいい。か。この子には私らみたいになってほしくないわ。な。ば。ゆり子。頑張ってよっ。一日も早くこの子と一緒に東京で暮らせるようにしないとな。おい、行かないのか。行くよ。行くのがちょっと怖いだけ。
の坊さんと再婚してから。もうちょっと待っててね。わかった。うん？いや、どこで会ったのか思い出した。バカじゃないの？ダメなんですよ。すみません。すみません。迷惑かけてすみません。私の技術が悪いんじゃないの？ありがとうございました。大変お世話になりました。大変お世話になりました。今頃思い出さないでよね、そんなの。ピンサロの女か。
加減にしてくださいよ、富田さん。はい、起きてたな。払う気があるのかないのか、それだけでもいいから教えてください。ね、泣かなかったの。これ以上払わないと裁判を起こしますよ。2件です。こちらは厚別警察署交通事故係の鈴木と申します。ご主人の茂之さん名義の車が事故を起こして運転手が亡くなられております。ご主人かどうか分かりませんが、お聞きしたいことがありますので折り返しご連絡ください。電話番号は、こちらは厚別警察署交通事故係の鈴木と申します。ご主人の茂之さん名義の車が事故を起こして運転手が亡くなられております。あんたどうすんの？え、どうすんのって雪山一緒に見に行くんだ。さっきの二股右の方に行くと山だから。だから一人で行った。やだよ。バイバイ。バイバイじゃないよ。まあ本当に嫌な女だな。あんた本当に親切だよね。ここで待ってるよ。久しぶり。どうしたの突然に。香織の顔見ようと思って。とにかく上がんなさい。五年も会いに来んで。産めば親になれるってもんでないんだからね。わかってるよ。どこにいるの今。まだ東京にいるの。何してんの。ちゃんとやってるよ。どうだかね。香織ももうじき小学校で、ちゃんとした親が必要で、うちの子にしようって話し合ってたとこなのよ。主人がね、香織のこと可愛がって。何なのよあんたは。勝手にダメだよ言っちゃ。ゆり子、ゆり、いや、いらっしゃい。ゆり子さん、ご無沙汰してます。香織に会いに来たんだから帰ってくれるか。
香織はもうあんたの顔は覚えてないの。そうかもしんないけど、私の子だから。あんたが東京で何をしてるかわしは知らんわけじゃない。仮に母親になったとして何をしてやれる。香織を不幸せにするだけじゃないのかね。あんたがあの子の母親だからなおさら会わせなきゃいけないか。だな、ゆりこさん。もしあんたが東京から戻って腰を据えて香織を育てたいというのなら話は別だ。あんたが2年前まではきちんと仕送りしてきてくれた金は手をつけずに貯金してある。この村にだって探せばまっとうな仕事はいろいろある。どうだね。もしもし。今どこだ。あ、課長。今ですね、ちょっと自ら検診しようと思いまして、抜き打ちの方に来ています。そうか。あ、ついでにそこで仕事探せ。は？水商売の女には気をつけると言っただろ。はあ。コスタデルソルのミキが障害で被害届出した。いや、そんなこと真に受けてるんですか課長。深夜ともかく、いくら俺でもお前守ったらもう無理ばい。退職金は出るようにしといたけ。それが精一杯だ。話でないの。なんでここで暮らせないの。香織に会いたいんでないの。もういい年して虫のいいことばっかり考えてないのバカ。恨んじゃやだよ。香織のためだからね。ご飯食べてきちゃったっしょ。食べるわけないだろ。ほんと？自分が早く帰ってくるって言ったのに。これでも早く帰ってきたんだぞ。今日さ、病院行ったでしょ。うん、聞いちゃったよ、どっちだか。どっちだって女の子だって。あ、そうがっかり。ほんと男の子欲しいって言ってたじゃん。んなこと言ったっけ。言ったよどっちでもいいよへえ、そっか
あ、ケーキとかさ、冷蔵庫に入ってるからね、うん、今持ってく。なあ、ゆり子。ん？俺な、独立しようと思ってな。独立って？今の会社で営業やってても先が見えてるしな、子供もできることだし、心で踏ん切りつけようと思ってな。おっと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 、3000万円はな、用意できたんだよ。どうしてそういうこと先に相談してくれないのかな。だから今相談してるじゃないか。だいたいしげちゃんさ、そんな3000万なんてどこにあったの。俺だってそれぐらいの解消はあるんだよ。ただな、800万足りないんだよ。800万、うん、お前さ、ソープ出てた時の貯金あるだろ。俺に勝負させてくれよ。ずいぶん早かったじゃないか。お母さんに嫌われたのか。人生楽しめって言われたよ、母親に。すごい雨ですね。すごいですね。じゃあ、あとよろしくお願いします。はい、気をつけていってらっしゃいませ。はい、どうした？来たんだよ。赤ちゃん、できてた。あ、赤ちゃん？やったな、男が。そんなのまだわかんないでしょ。そりゃそうか。偉い。すごく偉い。嬉しい。嬉しい。
ごめん。危ないでしょ、ちょっと。ごめんな。すいません、ごめんな。いいね、いいね、ごめんな。じゃあ、北海道ね、現状ね、120円かけた知らないけどね、便器が小さいから全部手におしっこがついちゃうんだよ。何やってんだよ。何やってんだよって、お前120円かけて何にも作っちゃいないんだから。あんねえよ。俺がね、120円このマンションしたらもう、それは立派なマンションしますよ。あんちゃん、本当に性格悪いよね。ねえ、ねえねえ、ちっちゃい頃どんな子だったの？俺はちっちゃい頃はね、あんたは立派な子だよって。町の星だよって言われたよ。頭良かったんだ。まあね、120円かけてね、うるせえっちゅうの、本当にもう。120円かけてあんなね、わけわかんない音しか出ないんだ。こっちだって120円かけて足しか引っ掛けられないんだからね。笑っちゃうよ、本当に。うるさい、うるさいよ。ね、何よ。今日は貸して、これ貸して。いや、いいからもう。いいこと考えたんだから。やめやってんの。すげえ、すごいつくね。何よ、本当に好きな人いるんだ、こういうの。分かった、分かった。こっちなじないと。うん、あんたみたいな先輩がいない、いるんだよ。何やってんの。なんか、俺終わったら偉い人みたい、なんか。それはね、あんたあんたより偉いんだ。あれ、お兄さん、このメガネ、度が入ってませんよ。あれ、心が綺麗な人しか見えないんだよ。120年かけてね、こんな人しか作れない街が、ほんと俺はある夢、羨ましいよ、ほんとこの街。いつ東京帰んだっけな。東京帰ったってさ、帰るとこないでしょ。ほんとだよ、ピンサロ行ったって、ね、何の解消もないし、ろくなことがないよ。ほんでこれ120円かけて何作ったっていうの。120円ですよ。120円じゃ何にもできないでしょ。何にもできない。ちょっとやめなよ、しんちゃん。北海道嫌いなの、うん、ねえ。なんだよこの人。ピンサロ行ったの、ピンサロ行ったのか。行くべ、行くべ、ピンサロ行くべ、俺と一緒にピンサロ行くべ。まあ、勘弁して。そんなにこの町が嫌いか。なあ、嫌いか。嫌いか。え、ピンサロ、ピンサロ。なんだ。お客さん、あんたが悪いっしょ。どうしたってんな。あいつなんか、買い臭かったよ。うるさいよ。今みたいなつらしい。あんたがあんまりバカにしたようなこと言うから怒ったんでしょ。痛いよ。何つけてんだよ。
ようやくつけてね、まあ、まあ、本当に何でやろうよ。店の中じゃなかったらやってたぞ俺は。本当にああもういい、もう疲れたんだよ。ゆっくり寝なよ。何がそんなに苦しいんだよ。バカじゃないの。娘の顔見たらさ、もうちょっと頑張れるような気がしたんだよね。どんな顔になったかなって思い浮かべたりしてさ、バッカみたい。5年もほっぱらかしにしたら私なんかいなくても一緒だよ。おとなしいな。そうだね。早いだろ。
どこ行くよ。もう東京帰るか。あんた帰れば。あ、山田。免許証どこで取った？免許証は教習所。暇なんだから免許ぐらい取ればいいんだよ。面白い？面白くないよ。面白くないこと重ねて生きていくんだよ。私たち。くたびれたね。着いた着いた。おい、着いたよ。ほらほらほら、起きて。見てよ、これ。ほら、着いたよ。なに？あるね。山小屋？着いたよ。早く早く。すいません、すいません。はい。止めてもらいたいんだけど。こんな人の飛び込みは止めたくねえんだ。止める止めないはこっちが決めることだろうな。一人じゃないんだけど。すごいね、ここは。あ、もういいわよね。
厨房はあと30分で閉めるからな。それからあとは飯食えねえと、この階段上がって右のリンド、何荷物取ってくれ。なんで俺が取ってくるんだ。あれさ、本日はようこそいらっしゃいました。山道もやっと回復してね、まあ今年も起き上がったなっていう顔ぶれが揃って、まあ元気で何よりです。いつもでしたね。ほら、ぶっ倒しちゃいます。桜風にいるんだよ。え？それじゃあまた一曲いくから、うん、またかとお思いの方もいらっしゃいましょうが、今日はあの新しいね、お客さんもいるので、旅の思い出ということで、一曲、それじゃあ行きましょう。ピヨピヨ。ピヨ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 それピヨピヨ。一丁やろうかあと髪まで揉んでよ、人が来たので鼻かんじゃったの、あピヨ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 それピヨピヨ。親父貧乏して昆布のふんどしよ、おそそするたび出汁が出る、あピヨ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 それピヨピヨ。東京じゃおまえ九州じゃおごぼよ、広い北海道ほらそろそろ行くわ。ダンベラベッチャダンベッチャあピヨ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 それピヨピヨ。あまりしたいのおんでんうさぎとすればよ、ちょっといいかな。ピョンピョンいいっしょ、なかなかピヨピヨピヨもうし、7、8年付き合ってハメ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 東京東京東京今のこれ全然違うっしょ。全然似合わないわ、やっぱりね。わかるわかる。今晩なんか暇だったくなりまして。別に何もやることないし。これさ、この辺のマス、ね、今晩、僕と付き合って見ますなんて。見ます？ダメダメ、ね、僕のことを避けないで。あのね、私プロだから。プロ、ちょっと待って、やめてよ。生きてて何もいいことないっすよ、もう。気合うね。あれだよ、死ぬなら確実に死なないとダメだよ。中途半端悲惨だしさ。
に迷惑かけちゃうしね。どうやったら死ねんですかね。北海道は死ぬのにいいとこいっぱいあんねよ。睡眠薬飲んで雪の上に仰向けになるの。眠りながら通し。もう雪ないっすよ。山の上駅あるよ。じゃあな、ご法度の裏街道を歩く都政なんだぞ。お、来た来た。いわば天下の。なかなかの。ねえ。偽物なんだよ。嫌われもんだ。嫌われもんだ。持ってました。およしなさいよ。無駄。手聞かせてその後に音と祝いの流れな都政だな。本当だね。どうぞ。親のあるやつ。時。おめえら村の衆になんてことしやった。この野郎敵討ちだ。ずらずら。嫌だ。ずら。嫌だと。さとろおめえ酒ばかり飲んでんじゃねえよ。つまんねえ。娘さん、悪人どもやっつけたから早く足を連れて逃げておくんなさい。ちょっと道さん、どちらへ？あっち行こう、あっち行こう。麺が。あっちへね。あっちへ行こう。あっちへ行こう。1、待ちやがれ。サトル、お前、死ぬ。ダーッ。お姉さん、ここだ、お姉さんな。お姉ちゃん。ここ、お姉さん、ここ。いいよ、並べ。あ、いいね、綺麗だね。あ、いいね。娘さん、ここは寂しい村だから、早くあったかいところへお帰りよ。
しい寝先を。まだ切ったんだから死ななきゃダメなんだよな。そんな風にして生きてられるの、うん、どうしたんですか。そんなずるずる生きてて恥ずかしくないのかよ。恥ずかしいよ。恥ずかしかったです。中心でやるよ、行こう。何言っちゃってんの。何言っちゃってんのじゃなくてさ、何よ、見苦しいんだよ、酔っ払い。勝手に東京一人で帰れよ。帰るわけねえだろ、本当に。なんでそういう人と食べなきゃいけない。よかったね。乾杯しよう。乾杯。乾杯。いいじゃんよ。何がよ。プロなんでしょ、だって休業中だってな。どうせ一緒に来たんだしさ、何が終わってんの。やめなよ。なんでよ。やぶどうも。プロのお姉さん、あのこれさ、女ほとんど知らねえんだよ。で、プロのお姉さんにさ、惚れちゃったみたいなんだよな。で、いろいろ教えてやってほしいのよ。って言われちゃって。頼む。頼むって、おじさん、ちょっと待って。いや、頼む。今、これだったら、払っちゃうんじゃないかな。ええ。商売しなよ。
昔々あるところに小さな女の子が雪の中の小さな家にお父さんと二人で暮らしていました。お父さんは北の誉れとハイライトが大好きで毎日死ぬほど飲んでいました。死にたくて仕方がないようにしか見えませんでした。女の子はお父さんに似たのか死ぬのにいい場所を一人で探して歩くのが好きでした。おしまい。なんか来たぞ。行きました。来たの。綺麗じゃないね。あ、綺麗だね。うん、綺麗でしょ。綺麗だね、これ。よし。そうかなめとうさぎさんお月に向かって飛んでいく飛んでっちゃうの。そうっすよ。それでそういううさぎがあるっすよ。餅ついて。え、嘘？それなの？確かそうっすよ
大丈夫か？おい！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 おい、おい、おい、ちょっと待て。おい、何やってんだよ。本当にお前することないんだから。何やってんの。どうすんの。ちょっととりあえず飲み込んだもん吐いて。おい、なんだよ。ちょっと指突っ込むから。そうそうそう、何やってんだよ。もうちゃんとに、もおい、おい、しっかりしてくれ。お前なんか冷たくなってきてねえか。おい、本当に大丈夫なのかよ。お前なんかちょっとこれもうちょっと着ないと。よいしょ。待ってろよ。死ぬなよ。おい、頼むよ。おい、ゆりこ、ゆりこさん、ちょっとどうにかなんねえのかよ。
しいな。ゆりこさん、ちゃんとに頑張れ。おい、おい、大丈夫か？おい。おーい。おい、起きたか？おい、大丈夫か？よし、おい、よかったよかった、大丈夫か？おい、寒いからよかった、大丈夫？皮膚はどうなの？頭痛い。二日酔いとどっちが痛いの？おかげで
先やめられるかもな。私120歳まで生きられそう。そしたら1ダース俺子供作れるよ。
Okay.